どうも赤星ですよ。赤星回しましデビー、はい、お願いします、はい、さあ今回こちらですよ、うん、埼玉上尾の立川マシマシでございますね、はい、立川マシマシ上尾店ということで行ってまいりました、うん、わー晴れ渡る空、空が綺麗いい。あ、この日、38度7度の日でございましたが、39度のとろけそうな日、とろけそうだ。あーと、あのなんとかサンデーモンデー、サンデーマンデー、まあ、センチメンタルバスですね。センチメンタルバスです。はい、はい、ですね、はい、北上尾駅から徒歩15分ということで、はい、オープンは2022年4月、新しい方の立川マシマシさんですね、うん、上尾市内では、優勝券さん、うん、すぐ2店舗目の二郎系 あんまないですね。そうですね、全然ないですね、うん、駐車場もございます、うん、ほとんどの方が車で来ていた中、私は炎天下を歩いてですね、とことこと行ってまいりました。本当に倒れるよ、危なかったです。そっけ、はい、途中のケーズ電気でお休みしたりしながら、あ、そうです、ね、はい、行きましたが、徒歩15分じゃないですね、もうもっとかかってる可能性がありますけど、はい、今日のメニューはこちら、ラーメン、ひいひい麺、つけ麺、魚粉つけ麺などいっぱいありますね、さすが立川マシマシさんでございますが、もちろん今回選んだのはですね、はい、すごい冷やし中華、すごい冷やし中華、はい、今年は冷やしをガンガン攻めていっておりますが、立川マシマシさんの冷やしを頼むのは初めてです。アンディーモリ、アンディーモリ、調べております、はい、すごい冷やしがこちらですね、はい、麺を500、すごいな、なんかいやーすごい見た目でございますよ、ね、冷やし中華のビジュアルではないですよね違いますね、オリジナリティ溢れる、すごいですが、冷やしですとですね、はい、二郎系特有のコールは一切ございません、はい、その代わりといっちゃなんですが、うん、まあ、トッピングをいっぱいね足してますけども、うん、デフォルトでですね、うん、こちらの大量のバラ肉ですね、うん、それから右上がこれ特製タルタルソース、タルタルは超いっぱい入ります、まあ、チーズは買って入るんですね、はい、去年はなんと冬でも食べられたらしいですね、はい、で夏までに一旦休止してまた始まったのか否かというところで、うんうん、もしかしたら年がら年中やってるかも分かりませんけども、食べていきましょう、はい、あ、ちょっと前の今冷やしが挿入されちゃってましたね、編集してください言わなかったんですか俺、ブーブーとしておきますが、はい、煮詰まった甘さが、まあ、色がだいぶね、そうなんですよ、まとってるタレがとっても粘度が高いんですね、はい、醤油っぽく見えますが醤油っぽいしょっぱさはあんまりなくてですね、砂糖強めの、なるほど、めちゃ甘肉ということです、ね、まあ、甘いはうまいですから、はい、基本的にこの甘い辛肉はですね、商品でいうと焼肉重という商品がありまして、はい、これご飯と合わせて食べる商品なんですけど、なるほど、それのお肉が乗ってるという感じで、はい、チーズね、あーいいね、めっちゃうまかったです、はい、ジャンクですね、はい、あ、食べてる、これがオリジナルのタルタルなんですけども、あんまダイレクトいかないまずはチェックを、タルタルレベル、はい、サワーオニオンって感じでした、タルタルレベルは、あ、タルレベルはでも、まあ、3.5 ですね、いや基準知らないですけど5のうちの、はい、卵っぽさのあるサンドイッチとかのタルタルじゃなくて、はい、酸味とマヨが強い、甘辛にちょっと合う感じですね、で唯一の今回野菜であるこのキュウリですね、ああ唯一なんだ、キュウリが入ってますが、これがね、あの小川とかで冷やしたキュウリにマヨつけて食べるみたいな、昭和生まれですね、昭和ですね、これは昭和生まれですね、あの頃のキュウリがなんか味わえるような気がしました、はい、そして麺ですが、はい、なんと冷やしはですね、200から500を申告できます、うん、無料で、うん、ラーメン、つけ麺、汁なしは、グラムがまた異なりますので、うん、はい、チェックしてください、あー、これはつるもち、いやいや、つるもちです、はい、ここまでですね、キンキンパキポキ二郎系冷やし続けました、うん、はい、であんまりそこまで冷えてない麺で、うん、もちっとタイプの冷やしってのがあるんだなという、うん、アハ体験いただきました、徐々には変わってないと思いますけど、そうですか、アハ体験、アハ体験ではないですかね、もともとの冷やし中華ってこんぐらいの柔らかさですからね、うん、はい、でそこから引っ張り出すほど美味しいんですけど、うん、重要なのはですね、先ほどのタルタルと絡めた状態が一番美味しかったです、なるほどね、はい、あのタルタルあればあるほど美味しいんで、うん、500にしたら追加タル買ってもいいかもしれないので、はい、これおすすめですね、さあニンニクはセルフで存在します、はい、ほとんどの立川マシマシさんがセルフで、存在しているはずです、やっと煮込みの野菜が、煮込みの野菜がニンニクですね、揚げ腕のニンニク、粒でっかいのと、うん、食感ややさくで、うん、辛さ控えめ安心ニンニク、
まあ、冷やしだとやっぱね辛すぎない方がやっぱそうなんですよ。とはいえ、うん、やっぱタレがめっちゃ少ないんで、うん、あのいつものね汁なしの汁とかじゃないんで、うん、安心ニンニクといえどもダイレクトに食う可能性あるんで危険なことは危険です。なるほど、はい、そこは気をつけて入れますということで黒胡椒、はい、今回は豚に胡椒をかけるのを忘れております。あ、もう全部食ったんだね。あのままでうまかったんで言っちゃいましたが、はい、でここでまだ残ってるタルタルに胡椒をかけたのがすごいうまかったです、うん、はい、デフォでね甘酸っぱいガリも乗っててこれも美味しかったガリですね、はい、うん、やっぱ商品開発の段階でガリ思いつくってすごいな。紅しょうとかじゃないんですね。あ、ガリですね、うん、はい、というわけでガリ、あ、ガリルじゃない、マシルですね。あのこれマシライスに入ってるひき肉です。追加で購入できる上にですね、うん、実はマッシュライス頼むと、うん、マッシュルーメンという変更ができたりするんですね。米は麺に変更できたりする。なのでこのマッシュルーメンうまい。マッシュルーレベルはマッシュルーレベルは5です。あ、でしょうね。これだけずっと食べたいぐらい美味しいんですが、いやここはやっぱ入れていく。なるほどね。僕は変更して食べたことがありません。あ、初めてのマシルーメン、ね、麺と一緒に食うのは、はい、かつ冷やしということでございますが、うん、こんな感じですね、うん、中に鷹の爪いっぱい入っててですね、うん、甘い上に辛い、うん、この、ま、ピリ辛な甘さが虜になるわけですよ、うん、はい、一度食べたら分かると思いますが、冷たい麺とひき肉、これはあの台湾まぜそばとかだと食べられますけど、はいはい、やっぱねタルタルのサワー感に、うん、もともとのベースの甘さがある肉なんで、これは立川マシマシオリジナルだなっていうのが、まあ、立川マシマシ式台湾まぜ、はい、ああ、それもあるというか、ニラがあったらもっといいかもしれない。まあそうか、はい、さあ返しをね、はい、チェックしていきますけど、案外 4.1 の案外が分かんないですけど、でもここまでが甘さ目立ってたんで、はい、ああなるほど、そうなんですよ、返しもちょっと甘いんかなと思ったんですが、しょっぱめだった。でも甘さが目立ってるということはこのしょっぱさがやっぱり味変としては素晴らしい感じ、うん、バランスが取れるということですね。そしてからし、からちゃんと冷やしてるからですね。そうなんですよ、これうまっ。うまい、からし一回普通にダイレクトいきました。いや、まあそうですね、いいんですよ、からしチェックも。あれこんな味だったかなって。そんな味ですよ。僕あのちょっと今回これからし無視しようかな思ってたんですよね、はあ、あんま冷やし中華でつけなかったんで、でもやっぱねこれ美味しいですね。まあね、はい、しかもこの量がちょうどいい、うん、これ以上あったらちょっと邪魔ぐらいの、まあね、はい、せき込んじゃうから、せき込んじゃうぐらい、本当になんかこれぐらいの量でチビチビつけると美味しかったんで、うん、無視せずに食べてください、はい、お願いします、うん、そしてお酢ですね。最後にもったいぶっても全然使いませんでしたけども、うん、ね、冷やし中華っぽさ満載の一杯なんで、うん、最初から入れてもまあ美味しいでしょう、ね、まあまあそうですね、これはね、うん、てかまあそもそもですけど、はい、タルタルがちょっとサワー酸っぱさあるんで、うん、ね、最初から酸っぱいのが合うって分かってますんで、はいはい、これ入れてももう安心なんですね、うん、わーうまいということでね、お酢でございましたが、うん、まあお好きな人は最初からもうドバドバっと入れてですね、うん、サワーの部分をさらにサワーにする。そうですね、はい、あーこれ汁のように見えます、はい、お酢とあの返しの水分なんで、はい、本当になかったんで、ということでマジマジレベルは89.65 なんですけど、まあ野菜とかがないんで、はいはい、キュウリ入れませんでした別に、はい、あキュウリも、まあ、さすがにね、はい、キュウリ入れてもね、あれはまあちょっと食感逃がすような感じで、野菜量のレベル2とかになっちゃうから、ね、2とかになっちゃう、そしたらもうね60ぐらいになっちゃうんで、はい、やめときましたけどもね、まあ立川マシマシさんですごい冷やし中華初めて食べましたが、はい、ね、やっぱりねちょっとね、うん、暑すぎてね、まあね、デフォルトのラーメンを続けて食べることができていない。まあね、はい、いやまあそれそうよ、そうなんですよ、ね、いや皆さんもそうじゃない、皆さんもそうだし、にゃんこたちもですね、うん、ちょっと上の部屋クーラーつけてても、はい、爆発すぎてですね、あそうか、もう日中降りてきちゃって、使いますよね、よく、はい、ですね、風呂バッキンにいますよね、もうずっとここにいますね、うん、はい、なのでやっぱ今年はまだまだちょっと冷やしが続く、うん、あ交互かな、交互に、うん、熱いラーメンと冷やしと交互にいきますね、まあ今年は暑いからな、本当にやばいっすね、だからまあこの日38度の中歩いて行ったんですけど、はい、行きに1本お茶買って帰りにも1本お茶買ってました、ね、いやまあそんぐらいもう皆さんも休んでいるんですけど、ちょっと本当にただただシンプルな注意報を出してください、はい、帽子かぶって、あ帽子かぶってね、はい、食ってる時に帽子かぶってすぐ批判されますけども、はい、食ってる時はね
僕的には撮影してる方が結構マナー違反かなと思うんですけど、ね、動画をそもそもね、そもそも、はい、そもそもで考えたらね、ということで確かにしまして、はい、あげようてんでございました。はい、ごちそうさま。Thank you.